オリンピック公園総合運動場体育館は東京都世田谷区の駒沢オリンピック公園にある体育館。1964年の東京オリンピックでレスリング競技の会場となった。その後1993年に大規模な改修が行われ、規模が1.7倍に広げられ、観客席数も2898席から3474席に増え、 確かに、東京オリンピックメモリアルギャラリーが設けられた。2005年には、同行う,うも,も、ジャパン選定日本における、モダンムーブメントの建築に選定。現在では、レスリングのほかバレーボールの全日本インカレ、プロバスケットボール B3 リーグ、東京サンレーブスの、ホームゲーム、フットサル、ハンドボールなどが行われている。また、 代々木第一、第二体育館改修工事中には2007年、ワールドカップバレーボール男子大会、全日本レスリング選手権大会、全日本選抜選手権が行われ、レスリング少年少女大会も開催される。プロレスの興行にも使用されたことがある。2017年から2018年には、b チリーグ、アルバルク東京が、本来の本拠である。 代々木第二体育館の全面改修工事で使用できないことに伴い暫定本拠地の一つとして4試合の主催カードを行った。ありがとうございます。